米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が日本時間なのか、5試合ぶりの本塁打を放ち、史上初の45本塁打、45盗塁、45から45に到達した。そんな大谷選手が来季から目指す投手復帰に関して、気になるニュースが、スポーツ専門局 ESPN が報じた先発投手に関する新ルールの検討だ。写真、大谷選手の右肘には手術の後。 導入する場合も数年先と見られるが、先発投手に最低でも6回を投げることを義務付ける、100球以上や自責点4以上、負傷の場合を除く、内容で長い投球回を貸すことで片肘に負担がかかるスピードボールよりも、請球重視で打たせて取るスタイルへの変更を促す狙いが見て取れる。平均年俸が高騰する中、選手が怪我によって試合に出られない、異質利益を避けたい思惑がある。 一方で、若年層のファン離れに歯止めをかけようと、試合時間の短縮を目的に昨季から導入した投球間隔を制限する、ピッチクロックとは真逆の動きで、選手サイドからは怪我の原因になると批判の声が上がる。相対するルールを並行して推し進めようとする背景には、米国でも深刻となりつつある野球離れへの懸念がある。巨大市場のメジャーもジレンマを抱えている現状が浮かび上がる。 大リーグが検討中する新ルール、大谷選手の投手復帰にも影響大谷選手はこの日の一発で、レギュラーシーズン21試合を残し、前人未到の50から50まで5本塁打4盗塁とした。驚異的な打撃成績を残す一方、来季からの投手復帰に向けても徐々にステップアップ。9月4日には、 ブルペンで捕手を座らせて、昨年9月の手術後最多となる15球を投げたことが報じられた。投手復帰後の大谷選手にも関係する新ルールで、検討の焦点である先発投手の1試合平均の投球回数は、スポーツ日本によると、2014年に5.97回だったのが、今季は5.25回に減少。大谷選手も昨季まで86試合に登板し、 1>, 1試合平均は5.6回。怪我や雨天中断の影響を受けた試合を除き、100球未満、自責点4未満での降板が9度あったという。メジャーの先発は中4から5日と、日本よりも短い登板間隔でマウンドに立つ。このため、1試合の交代目安が100球前後とされ、